アカウントヘルスのパフォーマンスチェックリストを見てみましょうアカウントの健全性指標の現在の状態は3つのアイコンで示されます緑のチェックマークはその指標について Amazon が求める目標に達していることを示します成績優秀ということです黄色の簡単譜は 改善の余地があることを示しています。現在のパフォーマンスはアマゾンが求める目標に達していませんが、必ずしも出品者のアカウントに不利な影響があるとは限らないということです。最後の赤いバツ印は、アマゾンが求める目標を下回っていることを示しています。このレベルのパフォーマンスが続けば、出品権限の一時停止、または取り消しの可能性があります。 パフォーマンス目標を満たせなかっただけで出品者のアカウントが不利になることはありませんしかしその後の改善がなければ何らかの措置が取られる場合があります高い顧客満足度を維持すれば緑のチェックマークを維持できますパフォーマンスチェックリストにはアカウントの健全性の6つの主な指標がありますここでは最初の3つについてお話ししますオーダーディフェクトレイトキャンセルレーションレイトレイトシップメントレイトです 1一つ目の指標、オーダーディフェクトレート、つまり ODR は注文不良率を示します。期間ごとに不備のあった注文数を注文総数で割って計算されます。例えば、ある期間に500件の注文があって、そのうち1件だけ不備があった場合、ODR は0.2%です。ODR の目標は1%未満です。 不備があった注文とは低い評価 Amazon マーケットプレイス保証の申請またはチャージバック申請があった場合が該当しますチャージバックとは購入者が注文の請求についてカード会社にキャンセルを求めることです1回の注文に例えば低い評価と Amazon マーケットプレイス保証の申請という複数の不備があった場合でも ODR の計算では1件の不備とカウントされることに注意してください 適切な購入者サービスを提供し、ODR 指標で緑のチェックマークを維持できるようにしてください。積極的に購入者の問い合わせに対応して問題を解決することで、Amazon マーケットプレイス保証の申請や購入者の低い評価の多くは回避できます。チェックリストの次の指標はキャンセレーションレートです。 これはキャンセル率で、期間ごとに出荷通知前に出品者がキャンセルした注文数を注文総数で割って計算します。キャンセレーションレートの目標は2.5%未満です。通常、出品者が出荷前に注文をキャンセルするのは、商品が在庫切れになっている場合です。在庫切れはある程度避けられませんが、極力在庫は保持するようにしてください。 設定に応じてこのようなアラートがセラーセントラルのホームページまたはセリングコーチの受信ボックスに表示されます。キャンセレーションレートには出品者がキャンセルしたものだけが反映されます。購入者によるキャンセルは考慮されません。3つ目の指標はレイトシップメントレートつまり LSR で出荷遅延率を示します。LSR は期間ごとに出荷遅延があった注文数を注文総数で割って計算されます。 出荷通知が出荷予定日より遅くなった場合にその注文は遅延とみなされます LSR の目標は4%未満です出荷遅延率を下げるためには予定通りに注文を出荷して購入者へ通知してください規定の出荷タイミングは受注後2日以内です注文の処理にもっと時間が必要な場合はスラーセントラルのマネージ・インベントリーページでハンドリングタイムを変更できます セセララーーーンンンントラルののホーム画面でインベントリーのドロップダウンメニューからマネージ・インベントリーを選びます出荷作業時間を変更したい商品を探してエディットをクリックしますハンドリングタイムまでスクロールして注文の処理に必要な日数を入力しますページの下にあるセーブフィニッシュをクリックすれば完了です出荷処理をシンプルにするために FBA フルフィルメント・バイ・アマゾンに登録する方法もあります セリングコーチでは出品者の在庫商品のうち FBA の利用が推奨される商品のリストを提供していますこの推奨内容を見るにはセラーセントラルの Amazon セリングコーチページで「セリングコーチレポーツ」をクリックして左のオプションリストから「フルフィルメントオポチュニティーズ」を選んでください